はい、本日紹介したいのはこちらのワークマンで買った、バイクのグローブなんですけども、1900円、これ税込みです。手の甲の方にですね、こんだけちょっとクッション的なのが入ってます。で、指もこんな感じで、これ僕 L サイズなんですけども、ちょうどいい感じでしたね。 M だとちょっときつかったです。で、手のひらの方もこんな感じで補強がこう入ってまして、結構しっかりとこう使ってます、クッションで。これから1000円プラスするとですね、よくありがちなここにこうプラスチックっていうか、あれが入ってるモデルになるんですけど、僕はメッシュのやつ、つい最近まで使ってた夏用のやつはボコボコって、アマゾンで1300円ぐらいで送料込みでメッシュの買ったんですけど、まあこけてですね、ちょっと破けて、で、まだ使えるんですけども、長距離になるとなんかですね、薄すぎて、この、グリップを持ってるところとかが振動でなんかすごいこう、まあ僕のその手の感じかわかんないですけど、なんかすごいダイレクトに伝わっちゃってですね、あまりに薄すぎて、夏のメッシュっぽいので、なんか左手とかがおかしくなっちゃったんで、今度これで試してみます。で、まあ近場だったら全然メッシュのそちらでも全然いいと思うんですけど、一応捨てずに取っておきますけど、日本一周とかですね、そういう風になってくると、結構1日100キロ200キロ300キロとか乗るとですね、ここはクッション性が、手のひらの部分もですね、意外とやっぱ大きいなって思ってこれを買いました。まあこれまだ使ってないので、また使ったらその辺、やっぱり暑いから手のひら痛くなりませんでしたとかなるのか、やっぱりこれでも長距離になると結局痛くなるのかちょっとわからないですけども、また使った感想帰ってきたら報告したいと思います。一応こんな感じで撥水仕様でナックルクッション、小雨程度だったら全然大丈夫らしいですね。完全防水ではないので、大雨になったらちょっとあれ染み込んでくるみたいですけど、一応撥水仕様です。で、革です。これポリエステルとか合皮とかではなく、完全なこれ本革の、ヤギ革ですね。こんな感じです。で、手首部分が合成の革、こういうところです。ポリエステルとかビタッとこれマジックテープで止まります。こんな感じで、これから冬バージョンはこの中がフリースみたいなのが出てくるっぽいですね。はい、ということで、見た感じもですね、ガチガチなバイクって感じじゃなく、まあ、1900円税込みだったらいいと思います。ということで、また使った感想は帰ってきたらしたいと思います。以上、ワークマンで本革のですね、バイク用のグローブを買ったという動画でした。ありがとうございました。